どうも皆さんこんにちは。今回は私の楽曲制作に欠かせないディレイ、ウェーブス、マニーマロクインディレイを紹介します。ディレイは楽曲制作において欠かせないエフェクトの一つ。特にディレイにリバーブや歪みなど他のエフェクトを組み合わせるアプローチは楽曲制作において実に効果的です。ですがディレイを使うことに慣れていない方にとって、ディレイと他のエフェクトを組み合わせるアプローチはハードルが高い使い方でもあります。今回紹介するマニーマロクインディレイは、ディレイにリバーブや歪み、コーラス、フェイザーなど他のエフェクトを組み合わせることができるのがポイント。誰でも簡単にディレイと他のエフェクトを組み合わせることができる機能性を重視したディレイです。では早速エフェクトとの組み合わせについて見ていきましょう。マニーマロクインディレイでは、画面上部でディレイの設定、画面下部でエフェクトを追加します。追加できるエフェクトはリバーブ、歪み、コーラス、フェイザーの4つ。それぞれのエフェクトはこのようにパラレル処理されます。ディレイとリバーブの組み合わせはまさに王道中の王道。ディレイとリバーブを組み合わせることで、ディレイ自体の前後感を調整したり、トラックの広がりや深みが増すことで包み込むような空間を演出することができます。ディレイと歪みの組み合わせは、歪みによってディレイ音の質感を変えることで楽曲に馴染ませることができます。先ほど紹介したディレイとリバーブを組み合わせることでも楽曲に馴染ませることができますが、それとは違うグルー感を得ることができます。特に私はボーカルのダブリングで使うことが多いです。ディレイとコーラスの組み合わせも王道。ディレイにコーラスをかけることで深みや厚みのあるディレイサウンドを得ることができます。マニーマロクインディレイのコーラスはダブリングに近い効果、ディレイ音に厚みを出すときに有効です。ディレイとフェイザーの組み合わせは、フェイザーの持つ特徴的なうねりによってディレイ音に厚みと深みを出すことができます。ディレイにコーラスをかけることで厚みと深みを出すこともできますが、フェイザーはうねりも伴うのがポイントです。マニーマロクインディレイでは、ディレイにリバーブや歪み、コーラス、フェイザーの4つのエフェクトを組み合わせて音を作っていきますが、私のようにディレイの扱いに慣れていない方は、まずはプリセットベースで使うことをお勧めします。マニーマロクインディレイでは、ディレイとエフェクトを組み合わせたプリセットが多数用意されています。これらのプリセットを選ぶだけで、誰でも簡単にエフェクトを活かした効果的なディレイサウンドを得ることができます。私がよく使うプリセット、ボーカルディストダブラーは、ボーカルのダブリングを得るのに最適です。真夜中に泣きながらとあたたくマイクレーン、真夜中に泣きながらとあたたくマイクレーン。ここでのポイントは歪みを足しているところ。ディレイを歪ませることで不思議と楽曲に馴染んでくれるんですよね。私が実際に使う場合は、マニーマロクインディレイのダブリングで馴染ませた後、190ms前後のディレイと楽曲で使われているリバーブを足して、より馴染ませています。ディレイを歪ませることで楽曲に馴染むなんて普通は気づきませんよね。この普通では気づかないポイントを、プリセットを使うことで誰でも簡単に使えるのがポイントです。プリセット、ボーカルディストダブラーは私が必ず使っているプリセットであり、マニーマロクインディレイを使う理由はこのプリセットにあると言ってもいいぐらい使いまくっています。皆さんもぜひ使ってみてください。またボーカルに王道のステレオディレイをかけたい場合は、文字通り、プリセット、ステレオディレイが効果的。ビリビラ、きっと誰もが悲しみの夜を抱えてる。ビリビラ、
ここでも歪みが使われています。ディレイ単体で聞くと歪みが若干きつく感じますが、楽曲の中で聞くと自然と馴染んでくれます。楽曲に馴染むディレイのポイントはきっとこの歪みにあるんでしょうね。今回のデモにおいても、ディレイに楽曲で使われているリバーブをかけることで、より楽曲に馴染ませています。ボーカルに使うディレイで悩まれている方は、きっと多いはず。単体で聴いた時に良くても、オケと一緒に聴いた時に埋もれてしまったり、反対に主張しすぎたり、質感を整えるのに手こずったり。これらの問題は、ディレイにエフェクトを組み合わせることで解決します。マニーマロクインディレイを使えば、プリセットを選ぶだけで、ディレイとエフェクトの効果的な組み合わせを使うことができるのがポイント。ボーカルのミキシングでマニーマロクインディレイをぜひ活用してください。ボーカルだけでなく、他のトラックの音作りでも有効です。シンプルなギターサウンドに深みが出ていますよね。プリセット、リッチギターディレイを選び、より深みを出すためにダブラーを足しています。ここでのポイントはフェイザー。フェイザーの持つ特徴的なうねりによって、ディレイに厚みと深みが出ています。ディレイとフェイザーの組み合わせは、個人的になかなか思いつかず、使いどころも難しい。それをプリセットベースで音作りすることで、誰でも簡単に効果的に使うことができます。今回はプリセットの活用の一例を紹介しましたが、他にも様々なプリセットが用意されています。ぜひ、プリセットから、ディレイと他エフェクトを組み合わせたアプローチを体感してみてください。今回は、私の楽曲制作に欠かせないディレイ、ウェーブス、マニーマロクインディレイを紹介しました。ディレイは楽曲制作において欠かせないエフェクトの一つ。特に、ディレイにリバーブや歪みなど、他のエフェクトを組み合わせるアプローチは楽曲制作において実に効果的です。ですが、ディレイを使うことに慣れていない方にとって、ディレイと他のエフェクトを組み合わせるアプローチは、ハードルが高い使い方でもあります。今回紹介したマニーマロクインディレイは、ディレイにリバーブや歪み、コーラス、フェイザーなど、他のエフェクトを組み合わせることができるのがポイント。誰でも簡単にディレイと他エフェクトを組み合わせることができる、機能性を重視したディレイです。皆さんもぜひ使ってみてくださいね。ではまた。